みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナムー。今日はですね、日本の夏、蒸し暑い夏におすすめ、真夏でも涼しいお寺をご紹介します。今年なんか聞いたことないような気温がもうすでに始まっていたりと、ちょっと暑すぎて心配になっている皆さんに、避暑地としてですね、やっぱりお寺ってすごくいい場所なんですよね。で、今回は私がこう涼しいと感じるポイント、特徴をですね、3つに絞って、その特徴ごとに1つずつ紹介していきます。とはいえ、私が全国のお寺を巡り尽くしているわけではないです。まだまだ行けてない場所もあるので、みほとけここも涼しいようなんてところがたくさんあると思うので、そういった方はぜひコメント欄に教えてください。お願いします。ということで、まず1つ目のポイントいきますね。山の風の涼しさですね。日本のお寺って基本山の中に作られてます、歴史的には。で、だん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 時代が後になると町にも降りてくるんですけれども、やっぱりね、例えば高野山金剛峯寺とか比叡山延暦寺、もう寺の名前が山つくぐらいですからね、山の中にあるものなんですけれども、やっぱりその山を選ぶ基準っていうのは山の質ですよね。そういうこう自然の豊かさとか、地盤の硬さ、動物がいっぱいいる、水がきれい、環境がいいっていうのが選ばれて、お寺さんがこう霊気あらたかな場所としてこうドドンと構えられるっていうことがあるので、我々が今訪れても、うわ気持ちいいな、涼しいな、過ごしやすいなっていうのはやっぱり当然のことだと私は思ってるんですよ。なので、こう全国のお寺、山あいにあるお寺さんって本当に全部好きなんですよ。こう私の地元の鎌倉だと建長寺っていうお寺さんね、鎌倉五山第一位ですけれども、そこなんかは無限の清風が吹くお寺なんていうキャッチコピーがついてたりするぐらい、めちゃくちゃこう風が特徴的なんですよね。あとは神護寺とかね、大原三千院とか、本当にいっぱいありますけれども、私は今回この山の涼しさでぜひおすすめしたいのが、千葉県の笠森観音です。笠森寺と思いますね。これは千葉の房総半島のど真ん中に、千葉くんのもう丹田みたいな場所にあるところですね。そこが実はですね、笠森観音を中心として国自然の天然記念物の森林がバーって広がってる場所なんですよ。このお寺はですね、奈良時代の終わり頃、平安時代始まるちょっと前です。伝教大師最澄さんが全国を歩いてる時にこの場所を見つけて、なんていい場所なんだということで、その場所に十一面観音を安置してお寺を開いたっていうのが伝わっております。それで奈良時代の終わりに作られてから、鎌倉時代には天皇の命で観音堂がドーンと立つんです。まあ、この観音堂も面白い、すごい話なのでちょっと置いておきますね。で、さらには日蓮聖人が訪れてその寺にこもったりとか、松尾芭蕉が訪れて句を読んだりとか、本当に歴史が深い場所ですね。ご本尊さん、十一面観音さんで十二年次郎のご会長で、大変歴あなたかなお方でございまして、そしてですね、坂東三十三観音霊場の31番札所にもなっておりますと。で、私今回言ってますね、涼しいっていうポイント、これまずお寺の構造から言わせてください。この笠森観音があるのは房総半島の山、大きな山の頂上にボコッと岩が出ていて、その岩を囲うようにガガガガガってこう骨組みがバババってこう清水の舞台みたいな感じでガガガってこう組み立てられて、それが掛け作りっていうんですよ。あの清水のあの構造、舞台の構造、掛け作りっていうんですけど、あれがもうその巨大なボコって出てる岩4方向全部掛け作り、全部清水の舞台みたいな感じでガガガって組まれた、その上に観音堂がドンと乗るんですね。この4面東西南北全部掛け作りっていうのが日本でここだけなので、国の重要文化財にも指定されてます。で、これがね、その天皇が鎌倉時代にこう作れっていう勅命のもとできたっていうもので、とっても大切なものなんですけれども、それがね、登ると見晴らしがすごいんですよ。もう山の上、岩、そこに足場組まれたその上、全部ぐるっと一周できるでしょ、周り。もう房総半島ビューがすごいわけです。綺麗な自然林がこうって全方向見れて、景色の素晴らしさも加えて、風が吹くとね、冷たい風がふわーってくるんです。これがすごいんですよ。県立笠森鶴舞自然公園っていう名前なんですけども、国指定天然記念物笠森自然林ということで保護されてるんです。国指定で保護されているんです。で、樹齢が1000年を超えるような巨大な木がいっぱいあるんですよ。
ここの笠森館の行く途中もね、めっちゃ立派な木がいっぱいあって、入った瞬間森が一気に涼しいんで、うわすごいって思いながらどんどん入っていく。でそこ登っていくと、そのバーっていうね、掛け作りの4面のその見てもすごいし登ってもすごい。でその自然がね、天然のクーラーなわけですよ。4ヘクタールあるんです、この公園が。自然林が、保護林が、この4ヘクタール分の自然林の通ってくる風の冷たさ、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。これをその四方掛け作りの上に登って、太陽、見た目はもう真っ青な太陽、眩しい。ちなみになんですけど、ここ緯度35度なんですよ。なので春分の日とか秋分の日は太陽真上を通るっていう、南中高度半端じゃないお寺なんです。ただそんな場所でも4ヘクタール分の自然の風がバッて吹いてくると、涼しいみたいな、最高です。今思い出しただけでも最高です。はい。ということで、自然の風の涼しさというポイントでおすすめのお寺が笠森観音でした。ぜひお参りしてみてください。2つ目、洞窟が涼しいですね。このポイント、まあやっぱり鍾乳洞とか涼しいじゃないですか。これ鍾乳洞だけじゃない、実はお寺の中にも洞窟があって、涼しい場所全国にパラパラっとあるんです。その中でも御仏がご紹介するのが田屋の洞窟常泉寺さん。この場所はですね、横浜市と鎌倉市の境目にあります。ギリギリ横浜市なんですけど、まあ、鎌倉の大船っていう場所から行った方が近い。鎌倉時代にできたと言われている洞窟なんですね。で自然にできた洞窟じゃなくて、お坊さんがこうやって掘ってできた洞窟なんですよ。全長1キロあると言われていて、まあ、実際に測れるのは500メートルちょっとなんですよ。だけどもこう計測いろいろすると、あ、約1キロあるよねっていうのが想定できるんですね。でこれ鎌倉時代に始まりまして、鶴岡八幡宮のお坊さん、八幡宮所属のお寺に勤めるお坊さんたちが修行の場として選んで、そこをこうやって洞窟を人の手で掘り進めたっていう歴史があって、で最終的に江戸時代には1キロぐらいにはなったということですね。すごくないですか、人が掘ってるんですよ。でこの田屋の洞窟常泉寺さん、やっぱり洞窟が涼しいっていうのは、太陽光を浴びてない空気がずっと中にあるわけですね。だしこの外の大気があったかいで、洞窟の中が冷たいだと、こうあったかい方向に向かってこう空気が流れていくので、こう冷たい風がずっとふわーふわーってずっと吹き出ているような感じなんですよ。だからずっとこう入る瞬間から、わっ、体感温度が全然違うみたいな、すごい涼しくて気持ちいいんですね。でこの田屋の洞窟のすごいところは、その全長1キロにも及ぶと言われるその洞窟は、壁一面にいろんな彫刻がされてるんです。この彫刻は江戸時代に掘られたかなっていう想定らしいですけども、レリーフ上にね、坂東33観音、西国33観音霊場、秩父34観音霊場、いろんな観音様がブワーって、で中は一直線じゃないんですね。こうまっすぐ行って曲がって上がって下がってみたいな、これ30構造ぐらいまでこうくねくねして出てくるっていう、すごい迷宮みたいになってるんですよ。でこう横にはこう観音様が掘られててとかで、一箇所行くとドーム状になってて、そのドームにはこう頭を囲むように観音様とか梵字があって、マンダラになったりとかしてね、すごいんですよ。ここは真言密教というね、お坊さんの厳しい修行する場所でもあったっていうところで、もうただ涼しいだけじゃないんですよね。これ入るとき拝観料払うと、ろうそくこれぐらいに1個もらうんです。で洞窟入るときにもうなんか長い棒みたいなのがされて、その棒の先っちょにろうそく立てるんですよ。で入り口にこの親火みたいなのがあって、そこにろうそくつけて、棒の先っちょにろうそくつけた状態で自分でこうやって明かりを頼りに歩いていくんです。めっちゃ楽しいんですよ。めっちゃ足元の明かりとかもあるので、そこまで危険ではないし、十分ね、子供でも入れるんですけれども、それが楽しいですね。遺跡に入っていく感じなんですよ。歴史の旅っていうか、不思議な空間に入っていくっていうね。だからちょっとその心の中もちょっと涼しくなるというかね、弘法大師の聖地でもあるっていう、修行の場所っていう歴史あらたかさもある、涼しい、なんかそろりそろり歩くみたいな、めっちゃ楽しいです。はい、ぜひ皆さんこの不思議な体験をしに田屋の常泉寺行ってみてください。まあ、洞窟のお寺ね、関東でも他にもいろいろ玉川大師とかありますし、全国にも洞窟のお寺さんってちょこちょこあると思うので、あったらぜひとも教えてください。では3つ目のポイント、冷房がガンガンに効いてます。冷房です。はい、まあ、昨今ね、節電なんだかに言われているので、もしかしたら冷房ガンガンマックスじゃないかもしれないですけども、でもちゃんと涼しい
冷房が効いてるお寺さんあります。意外じゃないですか、お寺ってこうね木の本堂でこう夏は暑い冬は寒いっていうイメージあるかもしれないんですけども、結構近代的な建築のお寺さんだと冷房ちゃんと効かせられたりとかね、いろいろして工夫されています。で、私が冷房効いててここいいなって思うっていうか、皆さんも気軽に入っていけるお寺さん、築地本願寺、はい、東京の銀座の真横、築地のど真ん中にございますね。築地本願寺ってあの土地が築地って呼ばれる由来ともなってるんですよ。もともと江戸時代の初めに浅草寺の近くにできたんですけれども、そこがこう燃えてしまって、じゃあ江戸幕府がここで新しくお寺作んなよって言われた場所があの場所なんですけど、全然海の中だったんですってどういう進め方って思いますよね。海の中、ここいいお寺にしてみたいな、えってなって、その土地を埋め立てたんですよ、築地本願寺を作るために。だから土地を築くですよね、追地してできたお寺で、あの場所が土地を埋め立ててた場所だから築地っていう名前になったっていうね。築地本願寺、やっぱり東京っていろいろこう戦争があったり関東大震災があったりとかして、こう燃えたりなんだりが多いんですよ。築地本願寺もですね、関東大震災で燃えてなくなってしまいました。その後にですね、東京大学の教授の伊藤忠太さんという有名な建築家さんですね、建築して作ったのが今の築地本願寺です。でも見た目が、はい、こちらです。すごいオリエンタルな感じですよね。ちょっと普通の日本のなんていうお寺っていうイメージは全然違うと思うんですけど、これはその伊藤忠太さんがこの築地本願寺を作る際に、浄土真宗の僧侶でシルクロードを旅してきた方っていうのがよくよく話し合って作ったものになるので、そのシルクロードのインドの建築とかその仏教の雰囲気っていうものをよくよく組んでできている場所なんですね。これがすごいじゃん、見た目も外もすごいですよ。いろんな PV で使われてたりとかしますけども、この外側の魅力だけじゃないんですよ。中はステンドグラスがあったりとか、いろんなね、伊藤忠太さんの建築といえば動物ですよ。動物がいろんなところに寄せられたりとか、あと浄土真宗のね、こう御本堂の中特徴って金ピカ、めちゃめちゃ金なんですね。それがやっぱり近代的な建築っていうのもあって密閉性が高いので、とてもこうクーラー効いてます。はい、なので中で本堂入ってステンドグラス見たり動物を眺めたり金ピカの本堂見ながらこうね、お経の聞こえたりするのかな、お香が香ったりするのかな、そこでこうちょっと休憩させてもらえる場所です。はい、あんま休憩だけで行くの良くないんですけどねちゃんとお参りしてくださいね。はい、でしかも築地本願寺って広い境内の本堂だけじゃなく、向かって左側に超おしゃれなカフェあるんですよ。まあ日本食がメインなんですけど、かき氷あったりとか、すごいヘルシーな定食があったりとか、いいんですよ。プラス本屋さんとかも併設されてて、普通にお出かけで遊び行けるとこです。やっぱりこう、銀座ブラブラ、暑いな、もうコンクリートの照り返し、しんどいな、なんて時のオアシスに、いかがでしょうか。もちろんお参りも忘れずにっていうのは欠かせずなんですけども。はい、ということでご紹介してきました。森の風の涼しさの笠森観音と、洞窟の涼しさの田屋の洞窟上泉寺さん、そして最後は冷房が効いている築地本願寺さん。もちろんですね、ちゃんと熱中症対策を万全にしてください。行ったら涼しいですけど、行くまでの道が暑いとかもありますからね。家出た瞬間からがもう熱中症との戦いになりますので、なんなら家にいる時もですよ。皆さんぜひともね、塩分水分とって冷房などを適切に使って体調管理気をつけながらお出かけしたい際は、納涼のうちに今ご紹介したようなお寺をぜひとも訪れてみてください。もう一回言いますけども、おすすめコメント欄で教えてくださいね。すごいということで、久しぶりにみほとけの一人喋り YouTube でした。僕のグッドボタン、チャンネル登録、Twitter、Instagram をフォローよろしくお願いします。お部屋の仏像たちと一緒にお届けしました。それでは見てくれてありがとうございました。ナムー。